マ歌書とは、歌舞伎及び、日本舞踊の演目の一つ。文政三年九月、江戸中村座にて初演。マ歌書三代目、坂東三五郎のマ歌書。この姿は、処分権が伝えるところのマ歌書の風俗に、ほぼ合っている。歌川国貞が、文政三年秋、三代目、坂東三五郎は、江戸を離れて、大阪へ行くことになった。は、その糸まごいと,として、 同年9月に中村座で三つ五郎が踊った七変化舞踊、ガツ金檻文台の一つで、この時、官業行き姿見と題した長唄による書作辞であった。作詞、作曲は木根谷咲吉、振り付けは藤間勘兵衛。魔歌書とは当時姿勢にいた元人坊主の一種で、本作はこの魔歌書に噴し,して踊るものである。気遊上覧や、 森さ万光の伝えるところによれば、マカショは白の雪絵に白のキャハンテッコを頭には白の木綿をかぶってその余りを頭の両側でねじるように結んで橋を垂らすといった白ずくめの格好で首からは外箱を下げ、手には鈴を持ち、冠中に絵札を撒き散らしながら銭を凍った。その絵札を巻くときは子供たちがまとわりつき、マカショ、 マカショすなわちお札を負け負けと言って生やしたてた。この元人坊主をマカショと呼ぶのはこれに由来するという。ガツ石化名残分台は初演当時代好評を得たが、マカショは長唄の曲のみが伝わり、初演の時の振り付けは耐えていたのを、大正時代になって、初代市川 m 王が新たに振り付けし上演した。以後日本舞踊の各流派でもそれぞれ振り付けして踊るようになり、 現在に至っている。原稿の内容は、舞台が、雪の積もる町屋などの風景、そこに、花道より駆け出て、真箇所、真箇所、巻、まま、いてくりよ、と絵札を巻く様子、さらに本舞台で、くどきや狂話のちょぼくれ説、紙おろしなどあり、最後は、酒ある方を訪ね行くで、舞台中央で決まり幕となる。なお初演の時は、大勢の子役が生やしたてる役として出ていたが、 現在の演出では出ない。また本来魔歌書が幕札は、天神様や蓄地絵を描いたものであったが、初演ではそれに変えて、三つ五郎寺室の短冊を客席に向かって巻いたと伝わる。ありがとうございます。